今回はウォーキング50分相当をたったの2分で同じ効果を得ることができる矢じろべえの応用編として紹介していきます。今回はつま先矢じろべえです。実は女性3人に1人、男性2人に1人、足が浮き指になっているんです。浮き指になってしまうとどうなるのか。お腹が出てしまう姿勢になったり、腰痛の原因、下半身太りの原因が引き起こされます。今回の矢じろべえ応用編を行うことで、浮き指、反り腰、腰痛、下半身太り、様々な原因が解消されてきます。動画を見ながら一緒にやっていきましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、つま先矢じろべえというのを紹介していきます。足の指の力って意外と意識したことないですよね。実は足の指の力が衰えてしまうと、つま先が上がった状態になってしまって、体の重心をつま先、指の付け根、かかと、この3点ではなく指の付け根とかかとだけで重心を取ってしまうんです。そうなると下半身の重心が後ろに行ってしまって、上半身の重心が前に、いわゆる反り腰になってしまいます。こうなってくると腹筋をしても腹筋に効きにくい、立っていても姿勢が悪いので前ももの疲れが取れない、お尻が後ろに出てしまって、お尻の筋肉が衰えてお尻が垂れてくる、そういった原因が指に実はあるんです。今回はつま先矢じろべえを1分間、その後に通常の矢じろべえを1分ずつ、合計3分のエクササイズになります。辛いことはないので一緒にやってみてください。まずチェックしてみましょう。今足の指をグーパーグーパーしてみてください。あまりグーに力が入らないよって方は浮き指の可能性があります。もしくは足がつってしまいやすい、そういった方は足の指の筋肉が衰えていて動かすとつりやすくなるっていう状態になっています。これを今回はかかとを上げてこういった姿勢でキープするだけです。できればしっかりかかとを持ち上げて、かかとの上に座る感じでキープです。結構バランスがいります。もし難しいよって方はちょっとかかととお尻がね離れてもいいですが、できればしっかり足の甲をこのように起こした状態でキープしてください。これでバランス取るだけで浮き指が解消されてきます。これを1分間一緒にキープしてみましょう。スマートフォンは持ってても顔の前に置いてもいいです。結構バランスがいります。頑張りましょう。いきますよ、スタート。このままでキープ、結構ねこれねバランスがいるのと、そして指の力が結構いるんで足がねすごい疲れてくると思います。足指が疲れると思いますが頑張ってキープです。すでに足指が疲れてきてる。横から向くとこういう感じ、かかとの上に座るだけ。これ結構ねマジでね、体が前に行った時にね足指にすごい力が入る。いやー1分つらい。いやー、しかも周りがなんかうるさい。うわーうわー指が、うわーめっちゃ指が疲れる。やばい、足指に限界が来てる。かー、これねキープ。うわーうわーうわー、 OK。 かーかー、指が、足指が効いた。今ので足指の力がねすごくつきました。今結構使ったんであんまり力が入らないかもしれませんが、これが治ってくるとすごいね指に力が入るようになります。この状態で今足指に力が入る感覚が身についたので、これで矢じろべえを行ってみましょう。これは各足1分です。それではいきます、スタート。これでね、足を動かしたりしてバランスを取りながらキープです。いつも浮き指の人は今割と指にねキュッと力が入ってる感じないですか？ちゃんと足の指で地面をつかむ感覚が今あると思います。この感覚がねすごい大事です。矢じろべえがねこれバランスがね取れにくいよっていう人は今取れやすいと思います。この重心がすごく大切です。もしねバランス取れる方は体を動かしてみてください。こういう感じで、そしたらねしっかり足裏の重心が取れてると思います。少しです。
重心をね取れてくると、さまざまな OK。 それでは反対足いきます。スタート。どうですか、ちゃんと指に力が入ってる感じしませんか？浮き指だったよって方はね、ちゃんと指に力が入ってる感覚が分かると思います。これでバランス取ってください。実はね、歩くときってあんまり筋肉使ってなくて、こういったねバランス取ることした方が筋肉ってたくさん使われてるんです。ウォーキング50分相当、たったの2分ですので、こういったねバランス取りにくいことたまにはしてください。全然バランス取れないよって方はね、すごくね筋肉の衰え、そして筋肉を使う伝達が遅れてきてるので、こういったことをねたまにはしてください。少しです。よし、 OK。 お疲れ様でした。今のつま先立ちやじろべ、そして普通のやじろべ、この2つをするだけで足の指の重心というのが改善されて、体幹が身について全身の筋肉使うことができるので、運動不足解消や代謝のアップというのが望めます。つま先やじろべ結構難しかったと思いますが、やってみてよかった、きつかった、全然できなかったっていうのをね、よかったらグッドボタンとコメントで教えてください。各種 SNS もやってますんで、よかったら説明欄から見てもらって、リンクのフォローもしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。